はい、皆さんこんばんは、青井翔と申します。ケストドンは不穏とともにですね。はい、早速行きましょう。ケストドンの調査は完了だな。来てくれ、ここに痕跡がある。え、マジで？今回はこれだけじゃないんだ。おお、すげえ、ちゃんとこういうのでストーリー帳で教えてくれるんだな。ケストドンか。様子がおかしいな。おお、このドスジャグラス討伐任務手伝ってくれてんのか。へえ、わかりました。新たなターゲットを緊急設定。ここドスジャグラスを狩猟してください。あ、もうこっからドスジャグラス始まるの？一度拠点に帰ってドスジャグラスのクエストを受注できますよ。行くか。はい、すいません、ちょっと一回諸事情でですね、配信が切れてしまったので、まあそのまま時間切れになっちゃったんですけど、なんで今もう一回ですね、これからドスジャグラス狩猟せよっていうのを、受注し直して今ちょっとここに至ってるっていう感じですね。いましたね、ドスジャグラス。痕跡も十分集まったな。シルベムシがドスジャグラスまで案内してくれるぞ。気持ちいい。移動を始めたな。シルベムシを頼りに追いかけるぞ。ああ、別に取らなくていいのかも。体力が低くなっています。離れて回復薬を使ってください。攻撃を受け続けると気絶することがあります。身動きが取れなくなるので注意してください。おいおいおい、ふざけんじゃねえよ。あー、足りねえ。よし、帰ってじいちゃんに報告しよう。はい、終わり。まあドスジャグラスはねって感じだけど、まあ、ベータ版に比べるとやっぱ武器とかが弱いんで何とも言えねえって感じか。おお、ちゃんとムービーがある。この痕跡は、もしや、行ってみよう。え、何？おう、プーケプーケ。やはり奴がいる。いや、なんかこうやって見るとやっぱ可愛いな、プケプケ。気が立っているな。なんか爆弾用みたいなのがあるんだけど。あの痕跡は何だ？あんなの今まで見たことがないぞ。まさかゾラマグダラオスの。少し調べていきたいが、ひとまずじいちゃんに報告だ。戻ろう。学者を派遣して調べたいが、昨日立ったプーケプーケとはな。ああ、プーケプーケの住処は森の奥だな。ああ、キャンプ再建、あ、
ってことはあれか、ベータ版であったようなキャンプは逐次増えていくっていうことか。行くか。キャンプ設立が進み次第プケプケの狩猟を行うぞ。調査資源管理所はどこかな。やだ助かる。あ出た、ちょっと姉御肌な人、うん、ああ調査だけじゃなくて、全員を切り盛りするための仕事。ああなるほどキャンプの設立。へえ。古代樹の森に探索に出てキャンプ再建地の安全を確認。ああよろしく。重要バウンティーが追加されました。キャンプの安全を確保する。ああなるほど。クエストや探索中に発見した調査レポートから調査クエストを生成してもらうことができる。ああなるほど。ってことはクエストを自分で見つけてくるっていうのをやるわけだな。クエストや探索を通して解決していく課題がバウンティーです。まずは重要バウンティーの確認と登録バウンティーの登録を行ってみましょう。はい、登録制の課題です。6つまで登録できる。で、重要、施設の開放等に関わる自動的に登録されるバウンティー。あ、なるほど。ってことは、これでキャンプとか農園とかを登録するために重要なやつですよって話か。配信。これはオンライン限定のやつね。はい。探索任務ですね。このマップを指定して探索先を確定するみたいですね。で、環境情報が載ってて、今、骨塚が増殖中ということなので、あれですね、ものすごいオカルトなやつらが増えてるってことですね。了解。探索とは、クエストを受注せず、全域マップかフィールドに出発すると、探索になりますと。ほう。探索はクエストと違い制限が少ないので、フィールドを調査するのに最適です。まず、制限時間がありません。何回力尽きても失敗になりません。達成条件もなく報酬もありません。採取した素材各種ポイント等は持ち帰れますと。モンスターは一定時間経過でフィールドから去ります。ああなるほど。探索のタイミングはプレイヤーの自由です。次の方法で帰還、受付所に話しかける。メニューから帰還を選択する。全域マップから調査拠点を選択する。ああなるほど。あ今回いけるなくても掘れんの？マジで言ってる？やばい。いいねそれ。なんかいる。あ、結構美人さんじゃん。え、何この人？彼らのことを考えるとワクワクが止まらない。ああ、生物フェチなんだねこの人。そうだ。え、なんかこの人めっちゃ美人じゃない？なんか。あーなるほどね。はいはい。こっちだ。この上。はあ、おおクリアックがいるね。何？あ、お前そんな可愛いやつだったの？マジか。クルルリャックめっちゃ可愛いじゃん。シルデヌスの先は生態マップから設定できますよ。マジで？やつを放置すればキャンプ地が荒らされる。狩猟するしかないな。マジでぶっ殺すの？うんうん、めっちゃ可愛いやあの子。マジか。めっちゃ可愛いのに殺さなきゃいかんのか。そっか。じゃあ殺すか。うわあああああ、アンジェルフ嫌がった。クルルヤックと喧嘩したりする？いやお互い興味ないね。あ、そうだ、スリンガー肥やし弾っていうのが手に入ってんだ。
これでアンジェルフを追っ払ってみるか。はい、オッケー。あ、オッケーじゃねえ。あ、これオッケーじゃないんじゃね。あ、オッケーだった。よかった。お、しびれガスガエル。おお。あ、やべ、間違えた。あ、オッケーオッケー、いいぞ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 。あ、まあ、さすがだね。まあさすが俺、ちゃんと読んでたわ。やべ、アンジェルフ来ちゃった。やべ、アンジェルフ来ちゃった。三つ星、よっしゃ。いや、共闘してんじゃねえてめえら。共闘してんじゃねえてめえら。うわ、やばやばい、ダメージえげつねえ。よし、ちょっとあれか、これは逃げられる。おい、待ってクルリアック、俺も逃げるぞ。なんか意外としぶといな、こいつ。はい、最大値を増やしたいならこんがり肉です。さて、まあ無事狩猟完了ってこって。落書きの採取の仕方おかしくない？え、な、何そんな、そんなんで書いてあんの？すごいじゃない。ああ、もうキャンプ立ったんだ。へえ、やった。お、やったね。そっか、これでキャンプが増えるんだな。そういえば今回携帯食料が支給品専用じゃなくなってる。で、代わりに支給品専用のやつが増えてきてるわけか。おお、すげえな。で、アイテム屋さんこいつですね。武器補給、武器じゃねえや、物資補給所。ここで買うことができると。あ、よかったよかった。オッケーオッケー。じゃあここで足りない分買いましょう。ボウガンはね、ほんとね、弾がね。あ、あれ、残裂弾って昔はあれだっけ。昔は確か武器内蔵弾だけだった気がすけど。今回はここまでということで、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。捕まえた環境生物をマイハウスに放せるよう取り計らいましたにゃ。おー、なるほど。あ、なるほどね。これで、あ、いけるわけか。じゃあ、肉いどりで。さっき捕まえたからね。じゃあ、これで。おー、すげえ。おー、すげえ、すげえ。あー、ここに配置できるんだ。あ、すごい、ついてくる？まさか。あ、ついてきてくれる、ついてきてくれる。あ、やばい、めっちゃかわいい。あ、これいっぱいいろんな動物捕まえよう。